この大会、権田選手のスーパーセーブから始まってます。この大会振り返ってどうでした？悔しさが大きいですね。自分でやれたという感触とやれなかったという思い、どちらの方が強かったですか？もう僕らはやっぱベスト8に行くところを目指してたので、やっぱそのためには、まあ、僕自身がもう一つやっぱやらなければいけなかった、やっぱそこの差だと思うので、もうそうですね、すみません、あんまりうまくしゃべんないですけど、はい、もうやっぱもっとやっぱ日本のゴールキーパーとしてやっぱそこのレベルを、まあ、僕だけじゃなく全体としてやっぱ上げていこうっていうふうに改めて決意はしました。これから次のワールドカップに向けて4年あります。どうやって自分を高めていきますか？いや、もうこの4年間もできる限りのことはやってきたつもりですけど、でもこれでも足りなかったっていう現実があるので、また、4年間、まあ、また明日からですね、本当一日一日を大事にして、4年後ベスト8ベスト4に行くためのゴールキーパーになれるように、しっかり成長していかなきゃいけないなと思ってます。期待してます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。